ニア様、まだ間に合います。どうかお逃げください。コルニア内の領主のほとんどがバルモア将軍に組みしている。追われた女王を庇護する者などどこにもおらぬ。だが奴の目当ては私の首だ。滅びの運命は私が引き受ける。我が嫡子アレインをお前に委ねたい。陽動の隙に短期であれば逃げ切れよう。ジョセフ、あの一粒種が逆境に負けず咲き誇れるか見届けてやってくれ。この一角獣の指輪を託す。あの子が成人したら渡してほしい。指輪の持つ力が助けになるだろう。イレニア様。母上、敵が迫っているのですね。アレイン、よく聞きなさい。女王として命じます。これよりジョセフの言葉は私の言葉、そう思うのです。良いですね。はい、母上。ジョセフ、あとは任せたぞ。さらばだ。ジョセフ、僕のことはいい。お前も行って母上の力になってくれ。そうは参りません。殿下、すぐにここを離れましょう。女王を捕らえよ。バルモア将軍、王位三奪の末に何を望む。我はこのフェブリス大陸の支配者、ゼノイナ皇帝の末裔。コルニア一国が我が望みではない。貴様、大陸全土に戦火を広げるつもりか。領土をめぐる小競り合いを繰り返すのが王の役目ではなかろう。かつての領土を我が手に取り戻す、それだけのことだ。そうはさせん。未来は私が守ります。守備よく運びましたな。いや、ここから始まるのだ。ゼノイラが再びこの大陸を支配する時代がな。ところで騎士団長の奴が姿を見せなかったが、東門を閉じる前に逃げた牙があったそうです。イレニア、お前のその無駄な抵抗は王子を逃がすためか。西暦895年、コルニア王国の将軍バルモアは突如として自らを古代ゼノイラ帝国の末裔であると主張、謀反を起こし王都グランコリヌを急襲した。これに対してコルニアの女王イレニアは、王子アレインを逃がすため我が身を盾とし、わずかに残った手勢と共に迎え撃つも、あえなく全滅。
幼いアレイン王子を託された騎士ジョセフは、バルモア将軍の手の届かぬアルビオン峡谷領パレビア島へと落ち延びたのであった。一方、バルモア将軍は皇帝ガレリウスを名乗り、フェブリス大陸全土への侵攻を開始、その支配域を広げていく。各国は必死の抵抗を続けたが、ついに全ての国が陥落。ガレリウス皇帝は神聖ゼノイラ帝国によるフェブリス大陸統一を宣言した。各地では反抗が続くも、強大な帝国の前には及ばず、人々は圧政にあえぐ中、ただ天を仰ぐほかなかった。いつの日か救いが現れることを祈って。コルニア滅亡から10年の時が過ぎようとしていた。アレインたち、今日も訓練しているのかな。祭壇の掃除も終わったし、そろそろ教会に戻らなきゃ。今日は俺が勝たせてもらうぜ、アレイン。受けて立つぞ、レックス。はっ、ね、っおっ、いい打ち込みだったぜ。やるな、アレイン。レックスだってかなりの腕前さ。ジョセフにも負けないよう、お互い訓練を積んできたおかげだな。ジョセフ様か。そういや、本土で解放軍を準備してるんだろ。ついにゼノイラ軍と戦うことになるんだな。ああ、そうだ。コルニア本土ではゼノイラに苦しめられた民が助けを待っている。王位継承者として俺が彼らを救わなければ、そして亡き母のためにも。けど世界を支配するゼノイラ軍に勝てるのかな。平和を取り戻すため戦う。その俺たちに天は味方するはずだ。そうだな。つい弱気になっちまった。アレインも気負いすぎるなよ。俺も一緒に戦うからさ。ありがとう。本当に頼りにしている。やけに素直だな。こっちが照れちまう。訓練はもういいや。昼になる前に帰ろうぜ。もうそんな時間か。どうした？あの船、まさか。おい、あの旗の紋章、ゼノイラ軍じゃないか。ついにこの島にもやってきたのか。早く皆に伝えよう。わかった。俺は町に行く。アレインは聖堂へ。まずは港を封鎖しろ。誰も島から逃すな。急げ。総員、下船完了しました。先遣隊を聖堂に向かわせろ。目標を生け捕りにするのだ。
その見つかりたる天使様、我々に今日を生きるだけのささやかな糧をお恵みください。我々の行く先に暗闇を置かれる時も、せめて迷わぬだけの灯火をお与えください。この聖なる大地の守りで一角の聖獣と母なる巫女の名において。アレイン、いつも言っているでしょ、教会に入るときは静かに。誰なの？どうやら俺たちが一番乗りみてえだな。痛めつけるのはいいが殺すなよ。ここは神聖なる神の家、父兄は許されませんよ。なら神に祈ってな。くそ、出よ。大丈夫か、スカレット。何が起きているの？ゼノイラ軍の旗を掲げた船が来ている。あなたが王子であることがゼノイラ軍に伝わったのかしら？それはわからないが、敵を放っておくわけにはいかない。そうね、これ以上聖堂で暴れられたら困るわ。とにかく外に出ましょう。殿下、ご無事でしたか？あれ、レックスはどこに？先に町へ向かった。合流して港へ急ごう。アレイン殿下、その前にこれを。これは殿下に渡すようイレニア様から預かっていた一角獣の指輪です。成人された折にお渡しするつもりでしたが、殿下のことを守ってくださるでしょう。母上が。ありがとう、ジョセフ。では急ぎましょう。オードリック、どうしてだ、母上のこの騎士だったお前が。何者だ小僧、邪魔をするなら容赦はせんぞ。いい調子だ。もっと強くならねば。私だって負けられないもの。貴様らのようなコルニアの残党に膝をつくことになるとは。ホドリック、女王陛下と死地に赴いたお前がかように落ちてしまうとは。せめてかつての死である私が引導を渡してくれよ。待ってくれ殿下。ホドリック、幼い頃遊んでもらったことを思い出したよ。忠臣とまで言われたあなたがなぜガレリウスの配下に。何もわからないまま、かつての仲間を切りたくはない。せめて理由を聞かせてくれないか。表せません。信仰の深かった漁師たちの突然の造反、かの日を境に私めも意識を失っておりました。だとすれば恐ろしい妖術です。支配の術とでも申しましょうか。ガレリウスが世界を征服し得たのはその術の力によるものやもしれません。一体あれから10年もの間私は何をしていたのか。
アマツさえアレイン殿下に刃を向けるなど。それ以上自分を責めないでくれ。だがその支配の術がどうしてこの指輪で。王位継承の血筋を証明するための指輪かと思っておりましたが、まさか本当に浄化の力を持っていたとは。殿下、それは一角獣の指輪、代々コルニア王家に伝わる秘宝です。王族のみが浄化の力を解き放てると伝え聞いております。聖教でも一角獣は浄化の力を持つ聖獣として扱われているわ。だからその指輪にも浄化の力が宿っているのかも。ガレリウスの知性が人心をもてあそぶ支配の術によるものならば、この指輪の力が闇の支配を解き放つ光とならないか。アレイン殿下、確かに操られたものを術から解き放てばゼノイラの支配体制を突き崩せるかもしれない。帝国への反旗は支援ではないのか、そこに大義はあるのか悩んでいた。だが今わかった。託されたものの大きさとその意義を。母上、行こう。戦い抜く覚悟ができた。ガレリウスを討ち、王家の責任を果たす。ホドリックの様子はどうだ。ようやく立ち直り、戦いへの覚悟ができたようです。ところで殿下、港に到着した後の予定ですが、以前より準備していた解放軍にクライブという若い騎士がいます。上陸後は私が早馬を務め彼に取り次ぎましょう。わかった、よろしく頼む。アレイン、ちょっといい？どうしたんだ？あのね、いや、やっぱり何でもない。なんだ、気になるな。ごめんね、大した話じゃないの。いろいろと突然のことだったから、まだ実感が湧かなくて。ああ、確かにそうだな。だがこの日が来ることは分かっていた。この10年ジョセフに指示して鍛錬を重ねてきたのはこのためだ。母上も自ら剣を取り、道を示す指導者だった。俺もコルニアの王位継承者として先陣を切って戦うつもりだ。毎日のようにレックスとも浜辺で訓練していたものね。見ていたのか。ホドリックがそうだったように、ゼノイラ軍に組みした将が操られているのだとしたら賞賛はある。とはいえ今の解放軍の基盤はあまりにも脆弱だ。だから君にも助けてもらいたい。平和を取り戻すためにも。アレイン、そうね、パレビア聖教の司祭として力になれるよう頑張るわ。俺も助けになるぜ。レックス。なんだよ。王子すみません、立場もわきまえず。幼い頃から一緒に過ごしてきたんだ、かしこまる必要はないさ。私たちは王子に仕える従者、そうは参りません。ですが私もレックスと気持ちは同じです。王子のお役に立てるよう尽力いたします。みんなありがとう、心強いよ。どうしたのアレイン。囲まれている。くそ、なんだお前ら。はあ、
やはり貴様もスカーレットをどうする気だ。手荒な歓迎ですまないが、私も少々この娘に用があって。彼女を離せ。この娘はガレリウス様が必要とされているのだ。どう扱うのかは私の知るところではないがね。悪いが娘はいただいていくぞ。バレット、皆様をお迎えする前にこのような事態になるとは。殿下、彼が先刻紹介していた解放軍組織の一員クライブです。ああ、しかしガレリウスの狙いが花からスカーレットであったとは。連れ去っていったあの騎士は一体何者なんだ。彼はルノー、イレニア様に仕える高潔な騎士でした。あの様子から察するに、おそらく彼も支配の術で操られているのでしょう。そうだとしても、なぜスカーレットを。確か彼女は聖教の司祭でしたね。近頃ゼノイラ軍がパレビア聖教に関与しているとよく耳にしますが、教会の司祭である彼女とも何か関係しているのかもしれません。いずれにしてもガレリウスにスカーレットを渡すわけにはいかない。彼女の身が心配だ。すぐにでも出発しよう。まあ待て待て、行き先も分からずにどうするんだ。君は。彼はトラビス、共に活動している仲間です。いわゆる密偵ってやつだな。情報収集が主な仕事だ。それでルノーの足取りはつかめたのか。ああ、東の方角へと一目散だ。大方やつの居城に向かってるんだろう。だが厄介なのは傭兵たちだ。やつらを片付けないと先に進めない。殿下、焦るお気持ちはわかりますが、スカーレットを助けるためにもまずは眼前の敵を排除しましょう。わかった。準備ができ次第出撃する。